はい、こんにちは、こんばんは。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビット青をやっていきたいと思います。お、飯田がカルベ、我がチームにいたカルベを投入してきたよ。どういうことなんだろう。はい、ちょっと風邪、夏風邪なのか、喉を痛めております。扁桃腺が腫れておりますので、使用に喋りの滑りが良くないです。お探しします。さてですね、今回7位です。ここだけは残しましょう。ミオとサツキを入れ替える。サチコも走り出し次第ですね。ちょっとサツキを上に上げて、ナナコの代わり使おう。菊池お代わりですね。美穂は、美穂は節子の代わりかな。この3人を待機させてキーパーを疲労回復したいと思います。戦術はこいつを狙います。さて、一応アウェーですが、こちらの方は勝率は上回ってますね。でもどうなんかな。まあでも、アウェイにもかかわらず、客は結構、サポーターは結構来てくれるっていうのは嬉しいですね。さて、ファールだ。おっと、やっちゃったぞ、サツキ。いきなりか。これは守備慎重になるでしょうね。パンチング危ないぐらい。ここは落ち着いて。おっと、取り切れない。最近そうなんですよね。ボールを取り切れないシーンが目立つ。さあ、最後が、おっと、裏を使えた。完全にやられてますね。節子がインターセプト。さっきここから美穂へ。ここを、やりだが。あー、でも外出したんで、我が。クラーカリバーズボールです。サイダーしぶといが、これを超えて、無理やりシュート。まあ確かに当ててますよね。さあ、高さに敗れた。おっと、やばい。おー。あやか、ナイス。結構守備陣への、負荷が高いです。さあ、緑がもうすぐ追っかけますが、ノー表示数だ、これは。さあ、上げたら、緑が取り切って1対1になって先制。こういうこぼれ球は結構得点につながることがこのゲーム多いんですよね。こぼれ球を確保することは大事です。隙をうまくついてシュートを決めました。ナイスです。さあ、相手が攻撃。まあ疲れてないですね、そんなに。さあ、最後が取り切りました。落ち着いて美穂が、志村が、おお、抜いた。おっと、味方に当たった。で、跳ね返る。
緑が細かい動きをしてくるぞ。一方動けない、反応ができないユーナ、下がりますよね。まださす、ユーナ疲れてます。おまけにおっと、もうホイッスル。これは高さで緑が確保。そしてこれはサツキだ。サツキか、ユーナ、ユーナダメですね。ユーナチェンジですが、よく見ればこれあれじゃん。さあこれで前半終了です。ん、なんか機械の調子が悪いぞ。お見苦しいとこお見せして申し訳なかったです。さあミオも結構いいんですよね。なんでこのままでいきたいと思います。あ、ワントップでもいいか。ちょっとワントップに変えてみますか。これならば別に緑もワントップでもいいんだ。誰かがスタミナ1になった時に、チェンジした時にワントップに変えたいと思います。さあとオフサイドでした。いましたからね。まだですね。まだです。さすがにしつこい。マドカ、あーっとこれはファールだ。まただ、マドカにイエローカード。イエローカードは続きます。おっと上げた。あー外し、押し、危なかった。さあ第5上げて、そのマドカが、と、サツキが逆サイドへ、ミホへ。お、ミホがシュート多いですよね。さあ、節子が疲れている。ここは交代のチャンスだ。藤原へチェンジ。広田と、前後を入れ替えます。そして、あ、ダメなのか、これ。あれですね、多分確か変えられないんじゃないかと。ちょっとバックスの使いを目合ってきてるぞ。しかしここはサツキに変えてサニウダを行ってみましょう。ちょっと気をつけないといけない高さで。緑に渡った。緑はまだまだ元気。代打、窓から。窓か1対1だが、これは決まらない。さあ、ここで、丸ごと選手の交代を行います。クランカリバーズは使い切りました。さあ、羽生田上げて、これはそのまま、ゴールだ。羽生田を見ようと代わりに上げましょう。さあ残り15分、緑が動きますね。緑がうまく取りました。緑が大活躍です、ここまで。そして緑、なんで正面へ。しかし緑がさらに前へ行こうとする。さあここは気をつけないと。あーっと同点に追いつかれた。なんと10分切ったところで、
本当に、うまいパスが決まって1対1になって、抜いてゴール。これはいけません。マドカを下げて、さあ大きなパスが決まった、マドカ。しかしこれはダメだ、入らない。さあ緑緑緑緑シュート、かなり強烈なシュート。さあまだまだ緑は元気です。試合終了。まあ緑の元気さ光りましたね。しかしそれだけは勝てません。ここですね、この隙の強さ、当たりの強さ、さすが緑です。今日見て瓶ですね。そして後半戦、相手がボールを持つ点数多いので選手がされます。さあマドカに渡したんですが、やっぱり決定力がない。そして後半39分、これは痛恨の同点だ。島のこのパス、そして矢田のフェイント。さあこれもロングパスなんですが、マドカ決めることができません。シュート圧倒的なんですけどね。嬉しいですね。高い。さすがに使えませんよ、このいう選手は。いい選手でも2人残しております。はい、というわけで、やっぱり終盤の弱さが課題ですね。このチームは引き分けに終わってしまいました。ということで、次はトップロード成田戦です。くるみを登板させてですね、頑張って、いきたいと、勝ちたいと思います。はい。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。